ていうか下手したらマジどっから変わったかな、文字書き直さなきゃいけないかもしれない。どっから変わってたんだろう。まあいいや、先にこいつの修正を知ってから、自分で考えてさ課題しなきゃいけないのも辛いよね。大変だ、みんな大変だ今。よいしょよいしょ。昨日さ友達と集まりしててさ、てか友達がの島があれだったんだよ、サメばっかり出るって言って、行くわっつって行くって言って行ったんだけど、本当にサメばっかり釣る、なんかヒレ付きヒレ付きのサメばっかり取れる日で、やばーと思って、めっちゃヒレ付きのサメじゃないヒレ付きばっかり流れる魚影がね、もう初めて見たん私、やばーっつって、あとアロワナもめっちゃ釣れて、マジサメパーティーやんってサメパーティーだった昨日。そんなことあるんだと思って。これこのレイヤー何？謎のレイヤーがありますけど。そう、そんな日があるらしいよ。私もなったことないけど、友達の島がそうだったので、しかもね2日連続ぐらいそれで、やばくない？このどうしよう、どんなにしよううわーん、どうしようかな、あんまりなんかむずい、どんなのにしようかな。あ、ちょっと待って。どうしよう。あ、2日連続なんかサメパーティーだったんだよね。友達の島。そうだから行くわって。さすがに昨日は行くわって言ってしまって。で一緒にサメ釣ってた。でね、でもなんかもう途中からねあれだった、サメ見ても別になんかあいるわみたいなサメいるわみたいな感じだった。離島じゃなくてさ自分の島でそれってめっちゃいいよね。後で集まり開こう。こんなんでいいのでは？
さっきよりはマシな気がする。そう、感覚麻痺してサメばっかだったな。でもシュモクザメ一匹釣ったけど、シュモクザメとあのジンベエザメは釣れんかったな。あとなんて名前だっけ、あれ、川から出てくるやつ、川から出てくるやつ、なんだっけな、忘れた、変な名前の魚、なんだったっけ。ちょっと待って、またさねえなんで、うちブラシのサイズ変えてないよね。変えてるのかな、無意識に。消しゴムだと思って変えてんのか、もしかして。離島でお金稼ぎはちょっとめんどくさい。確かに、トゲ丸みたいに持ち帰るカゴが、確かに確かに。でもだいぶあれだよね、荷物の量はだいぶ増えた、あの初期から見ると。しずさん、文字書き直してもいい？なんかこれちっちゃい気がするんだよね。おそらく 7% でしょ。だいぶまださっきよりは可愛くなったのではなかろうか。よしよし。そんなもの、ブラシのサイズ変更のショートカットとか無意識な人、いや そうかもしれない。でも多分ね、消しゴムだと間違えてやってんのかもしれない。無意識すぎてやばい。で、直すやつ、直すやつ、この文字大丈夫かな。これは大丈夫か。サンキュサンチェって感じ。サンチェ、サンキュ、サンサンキューの方がいいかな。サンキュー、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 サンキューの方がいいか。サンキュき直したい。どうしようかな。もうちょっとなんかこんなんでもいい気がするんだけど。体長すぎんか、そうでもないか。でもみんなこのくらいなのかな、みんなこのくらいか。絶妙なラインね、気になるよ。てかむしろこういうキャラクターものだからこそ線ってめちゃ大事やから、と思うけどね。線がめっちゃ大変だったもん。マジやばかった、意識が朦朧として。
集中しまくったマジで。この線が40個。もうだん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 さ、わけわかんなくなってくるんだよね。色早くつけたいな。色は楽しいけど、これマジできつかった。ちょっと角度違うだけで、そうめっちゃ変わるよ。面白いよね。でもうん、こんなもんじゃない。でもなんかさ、曲飽きちゃったね。あ、懐かしい。飛び盛り。パンテンミラクルズ。いやでもな、飛び盛り。なんか聴きたい曲ある？私あんまないんだよね、最近聴きたい曲。お腹鳴るんですけど。